大日川駅は石川県石川郡鳥越村河合にかつてあった北陸鉄道近名線の駅である。この地で手っ取り川と合流する大日川の名にちなんでいる。1983年に破損資金名線廃線のきっかけともなった大日川橋梁は当駅のすぐ近くにあった。同橋梁は廃線後もガーター橋が 当時の姿を留めていたが2003年に掛け替えられ、現在はその上を白山指導釜清水河合線と手っ取りキャニオンロードが通っている。上質の陶石山地である河合鉱山がすぐ近くにあり、当駅から各地へ出荷された。現在でも当時の積み出し場が残っている。なお、当駅新設の認可申請は、地元村民と日本公室陶器の要望によるものだった。 乗降客数は1984年当時、1日平均22人。なお、当駅が開業する3年前の1934年に、アユツリー客を目的とした、大日川臨時停留場がこの年の6月16日から9月30日まで、開設されていた。この駅は当駅から、下付駅方へ、約200メートル。 大日川橋梁を渡った大日川の南岸沿いにあった。日本皇室同期株式会社への原料供給のため1916年に採掘が始まった鉱山である。当時は同社が直接採掘していたが、1934年頃、不況により採掘から手を引き、地主の出口氏に採掘を任せるようになったに、河合鉱山、株式会社設立。後、 陶石の需要が増大し、金名鉄道を利用して名古屋方面へも出荷するようになった。第二次世界大戦中はロケット兵器の燃料容器の原料としても利用された。陶液構内には河合鉱山から作動で送られる陶石の積み込み施設があった。戦後はむしろ衛星陶器の原料として大いに利用されており、一時期は 国内の衛星陶器原料の60から70%が、河合陶石を含む石川県産の陶土であったとも言われる。なお、同様に陶土の一大産地であった、服部鉱山とは、町村の境で接しているが、両者は、新種協定を結んで協会を残して、採掘を進めている。ありがとうございます。